体は四角、頭脳は筋肉。その名は名探偵コバーン。いつでも犯人は必ず見つけるよ。じっちゃんの身をかけて。今回は仲間の協力で事件解決。やっと自由の身だよ。ということで、今回はマーケットプレイスにあるグッドゲームをやっていきます。どんなゲームかって？それは見てのお楽しみ。それじゃ、行ってみよう。学校も終わったし、帰ったらオンラインゲームしようぜ。そうだな、いつものゲームに集合だ。手伝いが終わったらすぐ行くよ。で、できない。え、どうして？とんでもない額の課金請求が来たんだよ。じゃなくてコントローラー壊して親にゲーム禁止にされたんだよ。まあ、とりあえず集合な。それじゃ、家に帰るか。ただいま。親父、24時間365日ずっとゲームだな。失礼な、自宅警備をしているんだぞ。ああ、忙しい。そうだ、キッチンにギフトが届いているぞ。これがギフトだね、開けてみよう。おーおーい、なんだ、手紙かよ。ゴミを捨てに行くか。自宅警備ご苦労。はあ、ゴミ出しご苦労。そういえば、ジョセフィーヌどうしてるかな。やっぱり、親父は餌あげてないな。ドッグフードはこっちだったよな。君のコントローラーは無事だね。今日のところは。この後、何が起きるんだ。夕飯食べたら、ゲームするぞ。あんた、学校から帰ってきてから宿題終わったのかい。これからやるんだよ。ここが僕の部屋さ、なかなか広いだろ。早速、ゲームを始めるよ。もうみんなログインしているかな。おーい、みんなログインしてるか。ああ、まだかな。揃ったな。それじゃゲーム、スタート。ゲーム、スタート。よーし、みんなで協力して風船を割りまくるぞ。今回は楽勝できそうだね。あと一つだ。なかなかな滑り出しだったね。もう一回やろう。新しいチームメイトが来たよ。ここで最初の事件が発生する。チャットに一体何通メッセージを送るんだ。やめてもらうように言ってみましょう。良いアイデアだと思う。ここで僕の出番だね。体は四角、頭脳は筋肉。その名は名探偵コバーン。犯人は必ず見つけるよ。じちゃんの夕飯かけて。チャットに大量メッセージを投稿していたのは君だ、多分。ふふ、これが名探偵の長年の勘なんだよね。すごいよコバン君。ゲームの続きをやろうぜ。嫌な奴はいなくなった。勝ったね、ナイスゲーム。いい君だよ。グッドゲームガイドをアップデートしてミュートについて書いておこう。ここで事件が発生する。ゲーム、スタート。やばい、どんどんこっちの風船が割られていくぞ。ギリギリ勝った。今回チームメイトに風船を割られたぞ。その犯人はもうパーティーを抜けたし、何も言えないぞ。どうする？ここで僕の出番だね。体は四角、頭痛はしょっちゅう。その名は名探偵コバーン。犯人は必ず見つけるよ。じっちゃんのサンダルかけて。そんなこともあろうかと思ってチェックしていたのさ、犯人をね。その時捕まえろよ。片付けない。今回チーム内の風船を割っていたのは君だ。すごいよコバーン君。ゲームの続きをやろうぜ。ここでまたしても事件が発生する。ゲームスタート。おい、なんか連射すごくないか。チート使ってる？もちろんさ、超高速の矢を使えるのさ。俺って天才だろ。今回は僕の出番はなさそうだね。だがしかし、体は四角、頭脳はあんこ。その名は名探偵コバーン。もう犯人はわかっているよね。今回チートを使っていたのは君だ。すごいよコバーン君。ゲームの続きをやろうぜ。今日はしっかりしたチームメイトに一人出会えたらいいね。ここで事件が発生する。ゲームスタート。全員連射チートやないか。運営がバンしたみたいだね。僕は君を監視していたんだけどね。前回通報したおかげであの人たち追放されたんじゃね。かっこ悪いよコバーン君。ここで事件が発生する。ゲームの続きをやろうぜ。不正なしでやらなきゃダメだよ。今回は久しぶりに普通のゲームだったね。それはどうかな。体は四角、頭脳は餃子。
その名は名探偵コバン。気がつかなかったかい。この中に不適切なネームタグを使っていたやつを。なんだって。今回不適切なネームタグを使っていたのは君だ。通報して一件落着。あんたの友達に余っているコントローラー貸してあげなよ。僕のはやめて、親父のコントローラー持って行ってあげよう。よし、見つけたぞ。おーい、ブレッド、コントローラー貸してやるぞ。いいのかい。ゲームをプレイするのは楽しいけれど、責任を持つことが大切です。ゲームをみんなにとってより楽しいものにするために身につけるスキルが必要なんだよ。最後にこの証明書を授けよう。そして全てのゲームをグッドゲームにするのだ。ダウンロードするともらえるぞ。はい、ということで今回はマーケットプレイスにあるグッドゲームをやってみました。このゲームはオンラインゲーム初心者の方のネットリテラシー教育みたいなものでしたね。今回のゲームでネットリテラシーがなんとなくわかったなという方は高評価およびチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。また見てねー。